Maybe I gave up myself too freely. I showed you the worst and best parts of me. Oh, it's easy to move on, being headstrong, rather than being honest. The days that I wasted trying to fake it, turns out I was wrong. Now you're gone, tasting your skin still lingers. コトミングループです。今川社長、はい、エクステリアツアー、はい、本日もよろしくお願いします。お願いします、はいはい、こちら、はい、まあ、大体こう見た感じすごいまた緑が多い。そうです ね、植栽がまたメインになってるような、お庭ですね、はいはい、結構シンプルな作りでになってますけど、はいはい、ちょっとモダンな感じというか。そうですね、少しちょっとモダン画を入れさせていただいて、はい、もうナチュラル系で収めてる感じですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、と早速中の方をご紹介いただいてよろしいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。これ土間コンクリートですよね、はい、駐車場ですよね、はい、なんか色が通常の土間コンクリートと違うように見えるんですけど、はい、これ一体どういった仕上げになってるんですか。そうですね、これがローラーストーンの蒸らし上げ、はい、蒸らし上げ。これやられてる方がちょっと全国にいらっしゃるかどうかちょっとわからないんですけど、はい、一応うちでそのローラーストーンを使う中で、はい、まあ、土間コンクリートを引いて、はい、その上にローラーストーンの材料を打設して、はい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 、で目地をつけずに一体型で蒸らし上げにしていく感じですね。あ、これローラーストーンだったんですね。そうですね、はい、こちらのちょっと濃い色になって、はい、このアプローチに続いていくものはどういった仕上げなんですか、はい、これもローラーストーン。これもローラーストーンの仕上げになるんですけど、はい、まあ、同じようにこのまんま同じ蒸らし上げをしてしまうとやっぱこのアプローチと の差が出ないので、はい、こちらは蒸らし上げにしせず、はい、ローラーストーンで着色。ここは蒸らし上げではない、はいはいはい、着色してる感じですね。でこれではですね、ここのアプローチのこう上がっていく部分が、はい、そうですね、はい、それで仕上げられていると。そういうことです。いや、このスリットのデザインとかもいろいろできるんですね。そうですね、だいたい幅が 7センチ、はい、8センチぐらいで、はい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 、拳1個分、はいはい、あ、そうですね、うん、あれこの、ごめんなさい、はい、山室砂利コーナー山室砂利コーナー、はい、はい、この砂利はなんていう砂利。これも単流の、これ、6号ですね、はい、大きさ的に単流の6号、6号、はい、数字が大きい方がちっちゃいんです。ちっちゃいです、はい、そういうことなんですね、はい、ちょっと青っぽい感じにも、ね、そうですね、まあ、単流ってこう、それ地域性も結構あるので、はいはい、扱ってる、はい、まあ、建材屋さんというか、はい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 、建材店さんによっても砂利のこの色味っていうのはちょっと変わってくる、はい、なるほど、はい、単流6号といったらこれではなくて、はい、まあ、地域によってちょっとそこは変わってくるよっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。こちらの方がプライベートゾーンになってくるんですかね、はい、そうですね、今こうあえてこう2枚フェンスを重ねてるんです。はい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 、ここですね。そう、そうですね、はい、そうですね、ここが隙間あるっすけど、はい、まあ、そっちから見て、まあ、こう1枚来てまたちょっとかぶせて1枚。そうですね、まあ、そのプライベートゾーンをちょっと少し、はい、くぐるような形で歩いていただくっていうテーマです、はい、あー、なるほど、はい、ストレートに行くんでなくてちょっとクランクしながら入っていく感じですね、はい、あ、これいいですね。遊び心です。はい、はい、この中入っていただいて、これお、これは一体、これもローラーストーンでやってますよね。これもローラーストーンの、はい、蒸らし上げなんですけど、はい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 、で、まあ、ここに少しファニチャーを置いて、はい、まあ、アフタヌーンティーだったり。なるほど、ここにこうお茶タイムと椅子が来て、そうです、そうです、テーブルがあって、で、ちょうど椅子に座ると、まあ、ちらっと見えちゃうんですけど、家が隠れるというか、
これはいいですね、気持ちいいですね、はい、で上のこう景色を楽しんでいただく、はいはい、っていうところですね。隠れた憩いのスペース。そうです。はい、はいはいはい、なるほど、そういうことだったんですね。はい、そうなんです。はい。スロープですね。さすがです。はい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 。だんだん分かってきましたね。だんだん分かってきましたね。これ。結構スロープ。あ、こうカーブして。そうですね。こう自転車を乗ってってこと、ね。そうですそうです。はい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 、曲線を描かしてもらって。はいはいはい。で右側がスロープになって、はい、左側が人が歩いていくスペースですね。ああ、はい。じゃあもうこうよっこいしょって。やる必要もなくそのままダッと引いていけるわけですね。はい、そうですね、はい。まあここもすごい高低差があるので、このね、あの擁壁ももともと造成の時にある擁壁なんですけど、まあ、こことの高低差結構あるので、はいはいはい、ちょっとスロープを長めに取らせていただいて、うんうん、なるべく緩やかに勾配を取るようにしてます。はい、いいですね。こういうやっぱ便利なのは大事ですね。はい、そうですね。はい。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、なんかちょっと多分さっきと歩いててなんか違うなって多分思うと思うんですけど、ちょっとなんか床が硬いですかね、はい、床というか、まあそうですね、砂利の部分が締まってるというか、はい、どうですか山室砂利シリーズ第2弾あれあれあれ、はい、なんか蜂の巣みたいのが出てきたんですけど、そうですね、これは一体何なんですか、なんでしょうかね、なんだか分かりますか、蜂の巣ではないんですけど、はいはい、今ちょっと考えてグラベルフィックスっていう製品になってまして、はい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 、今この自転車が通るルートに全てこれが引いてあります、はい、あ、このルート、はい、このスロープのところから自転車を置くところまで全部引いてあります、はい、ではなんでこれを引いてるかと言いますと、はい、あの自転車が通るときに通常の砂利だけだとやっぱタイヤが食い込んだりとか、はい、あのスタンドを立てた時にやっぱめり込んでしまうので、この下にグラベルフィックスっていう呼ばれる要は蜂の姿のものですね、はい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 、蜂の姿、はい、あながち間違ってなかったそうですねのものを引いてその上に砂利を敷設してあげると、はいはいはい、沈まないので、なるほど、まあこれ正直このまま乗れます、はい、あ、車も乗れるようになる、ね、車も乗れます、はい、あ、なので、まあ、駐車場に、はい、あのこう引いても問題ないですし、はいはい、まあ、バイクの駐車スペースとして、バイクを通るルートに使用したりとかはっていうものになってますね、はいはい、これ勾配がついてるところとか特に問題なく使えます、そうですね、今もう少し勾配がついてると思うんですけど、はいはい、ものすごいちょっと傾斜がね、40度とか35度とかついちゃうと、はい、なかなかちょっとそこは砂利が水で流れてしまう可能性はあるので、はいはい、そこはこちらにこうね、あのうちのデザイナーと話し合っていただいて、はいはい、使える使えないの判断はこの時にさせてもらいます、なるほど、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと思うんですけど、はい、なるほど、この閉まってる感じというか、そうですね、だから通常にこうやって歩いていても全然踏み感が全然違うんですね、はい、閉まってる感じがするんで、はい、なるほど、はい、なるほどなるほど、はい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 、山室砂利シリーズということで、そう砂利固定商品まで、ちょっと高低差がこの辺から出てくるので、YKK さんの手すりを使用して、はい、でそこからつながるように向こうからの目線を切るようにあのフェンス YKK さんのフェンス、はい、ルシアスフェンスですね、なので自転車が止まってるところはこの向こう側の道路から見えないように、はいはいはい、設定させてもらってます、はい、自転車はもう外からは見えないようにですね、はい、あ、そうです、はい、素晴らしいですこれこういう木目調の軒天のシリーズもあるんですね、はい、ありますね、今回はあの木目調を下に、はい、軒天部分に、うんうん、あの木目調を入れさせていただいて、はい、でダウンライトを一発入れさせてもらってます、はい、こういったあれですね、植栽が多いところですと、はい、やっぱこういうアルミ色より木目調の方がすごい馴染みます、ね、そうですね、やっぱりあの向こうから、玄関側から見た景色もそうですけど、はい、これが仮に、アルミ色 で、はい、でこの手すりとかも全部アルミ色、うんうん、
まあ、じゃあ黒だったりとか白だったりすると、まあ、ここだけがどうしても浮いちゃうので、はい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 、やっぱ馴染ませるのにこういうところで木章を使ってあげて、はい、で少し目的地にも木章を使ってあげて、まあ、全部木章だとまた硬いイメージになっちゃうので、はいはいはい、そこはちょっとバランス見ながらトップレールだけ木章に変えてとかっていう形でデザインさせてもらってます、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、これ水栓ですよね。水栓です、はい、上と下2つ、はい、こちらにホースつなげて、はい、上は純粋に使えると、はい、はい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 、あー、ツーウェイっていうんですか、ね、まあそうですね、蛇口が2つついている、はい、形ですね、はいはいはい、これはどちらの、これ商品名がですね、はい、ジラーレの多分 W だと思うんですけど、はい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 、オンリーワーさんの商品ですかね、はい、これ水受けのパンもあんまり見ない形ですよね。そうですね、はい、もうこれのタイプは砂利を入れていただいてもいいですし、あー、はい、ここを砂利で詰められる、そうです、はい、そういうこともできる、はい、そうですね、はい、まあ、今回まだ詰めないタイプのものでしたんですけど、はいはいはい、お客様はご自身で好きなように、はい、詰めていただくと、はい、はい、そうですね、はい、ここだけちょっと違う砂利を購入して見ていただきますよね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、いやー、やっぱりすごいいいですね。そうですね。あ社長今、はい、電気が勝手についたんですけど、はいはいはい、これあれなんか今スイッチ入れていただきました？いや、これはですね、はい、人感センサーを、人感センサー、はい、使用して、はい、まあ、自転車がこう上がってくるときに、はい、ここですね。なるほど、これが人感センサー。なるほど、はい、見えますか？はい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 、あ、そうすると今ここを通っていくと、今僕、私が通ったラインですよね。そうです、明るく足元を明るくしてあげてる。はー、で、このまま歩いていくといいですか、はい、歩いていくとよいしょ、なるほど、はい、わかりました、ここですね。ちょっと今大工さんの音が、はい、すいません、あ、ダウンライトもつくようになってるんですね、はい、これも人感センサーですべてつくようになってます、はい、これはもうまさに気遣い、ね、そうですね、はい、と、はい、いう形になってます、はい。あれどうも、どうぞ、あれあそれどうもいや、夜やっぱりいいですね。そうですね、はい、ちょっとあいにくの天気なんですけど、そうですね、ちょっと雨がだいぶ降り込んでて、はい、はい、ちょっと見ていただきたいんですけど、やっぱりこのライティングの雰囲気、そうですね、はい、素晴らしいですよね。またこの雨がちょっと我々にとっては辛いですけど、そうですね、かなりこのやっぱ植栽とか床が濡れると、そうですね、見た目だいぶ変わりますね。そう、やっぱ色が濃くなるんで、はい、まあ、写真なんか撮るときもそうですけど、結構床を濡らしたりとかすると結構映える写真が撮れるかなと思うんで、はいはい、ちょっと前傾というか中まで一周歩いて見ていただいて、そうですね、はい、はい、やっぱりこの植栽を照らしてるんで、うん、この雨が垂れる具合とか、ね、あとこの建物に映る感じですよね、うん、このこっちのイメージかな、うん、そうですね、ここを撮っていただいて、この外壁に陰って映る感じが、そうですね、ものすごくやっぱりものすごい綺麗に見えますよね。ちょっと昼間説明のあった、はい、人感センサーなんですか、ね、はい、ちょっと歩いてみて、これ今暗い状態です。暗い状態です。撮ってみますか、じゃあ。お願いします。いいですか？はい、おーほーほーほー、はい。今ここのアルミの角柱のところに人感センサーがついていて、はい、そうですね、まあ、そこを通ると明るくなります。で、まあ、夜も安心して自転車を出し入れできるのと、人の出入りもこれで足元が明るくなるんで危なくないと、はい、もてなし感、そうですね、はい、パッと、そうですね、はい、このままちょっと奥行っていただいて、よいしょ、じゃあちょっと、はい、次は山室くんがなるほど、はい、これ2箇所今同時に行きましたね今、はい、このダウンライト、はい、今回一つなんですけど、
これサイクルポートにニトつけてるゲームがあるんですけど、こうニトですよね、はい、で今回はまあ1頭だけなんですけど、はい、このまあお庭のこの作り込み方によって、ダウンライトの個数なんかも決めておいた方がいいですかね。こことを明るくするのか、そうですね、こうふわっとした雰囲気にさせるのか、はい、まあ、あえてバシッと明るくさせるのか、はい、まあ、今回そのナチュラル系のモダンなんで、うん、あんまり明るくすぎてもこうカチッとしちゃうんで、うんうんうん、なんで今回は1個、はい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 、つけさせていただいてます。全体的に優しいテイストで、そうですね、なんでこの色も一応決められるんですけど、はいはいはい、これ暖色系なんですけど、はい、寒色系にもダウンライトはあります、はいはい、寒色系っていうとあの白っぽい感じですかね。そうですね、まあ、蛍光灯に近い色味になるので、はいはいはい、まあ、そういう色合いで演出してもかっこいいかなと思います。はい、じゃあちょっと昼間の方に戻りましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。どうやったら昼間に戻れますか、ね、ジャンプしましょう。ジャンプしましょう、せーの今川社長、はい、じゃあズバリ今回のお庭のテーマは、はい、ナチュラルモダン。ナチュラルモダン、はい、で一番の目玉が、はい、あの先ほども言ったんですけど、ローラーストーンの蒸らし上げと、はい、あと植栽を少し築山にして、はい、ちょっとそうですね、山にして、はい、でここがこの見た目がメインになってきますので、はい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 、こういう作り方もできますよと、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあまたこのエクステリアツアー、そうですね、新しく始まりました山室ジャリシリーズ、ジャリシリーズ、はい、今後も、はい、どんどんやっていきますので、はい、皆さん引き続きチャンネル登録と、はい、高評価もよろしくお願いします。